ワイトベースはもう動けん。全員に告げろ、陸戦の用意だ。白兵だ。あなたの力どれほどのものか拝見させていただきます。本当に戦わなければいけないのに。ブライト艦長、応答してください。こちらユノ・アスタルト特務総長。ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、各駅のスイッチを押して。一旦引け。聞いたか、ギレン総帥が。何か混乱して、敵のモビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか。こちらへの敵の攻撃が激しい。ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムロ少尉さんのガンダムは？わからん、反応が消えている。撃墜はないと思うが、周囲に気をつけろ。どこから敵兵が出てくるかわからんぞ。了解です、小隊長が向かいます。それまで持たせてください。頼むぞ。右か左か。小隊長さん、決めたらスイッチを操作して。どちらのルートにするかは任せるわ。ここを飛び降りるの？大丈夫、飛んで。小隊長さん、ここはキリマンジャロ基地なのか。エウーゴのゼータガンダム、アムロレイの再来と言われた神指ナン君だよ。リターンズと戦うべく彼が過去の時代にブレイクインしたの。小隊長、ゼータガンダムを援護して。未確認機チターンズか。成功するなら撃ちますよ。待って、こちらラーディス隊、ティターンズ掃討作戦を支援します。ヘンケン艦長の、ここはどこなんです？ジオンの宇宙要塞アバオワクーデ。それ古い。ここはゼダンの門です。ブライト艦長の旧型艦が着艇しちゃって。何をしてるんだ、ブライトキャプテンは。ブライト大佐を救援した後、ゼータガンダムも回収します。最終的にはクワトロ隊員と合流してもらわないと。彼はキリマンジャロで。了解、大人たちの尻拭いなんて真っ嫌だけど仕方ないか。なんかすごく感受性が高いというか、エキセントリックというか。ムロ姉さんと同い年だけどね。ともかく彼のデータが見つかったのはラッキーだよ。小隊長さん、核壁を開いて進んで。ブライト艦長を助けてサインをもらおう。ブライトキャプテンは無事なんだろうか。通信は繋がらないんですか。ブレーク現象の影響か、さっきから電波妨害がひどくて。こんな時にクワトロ隊員は何をやってるんだ。アバオワクーニは大佐の頃の隊員がいるんだって。ユノ姉さん、ややこしいんだから余計なこと言わない。それは私のせいじゃなくない。言い争いなんてしてる場合じゃありませんよ。先を急がないと。小隊長さん、核撃を開けて進んで。邪魔するか。くそー、箱を消えろ。行け。出てこなければやられなかったのに。くらえ、当たれ。今だ。
落ちる。いけ、これはどうだ。まだなのか。今だ、直撃させる。くらえ。いけ、かわせるか。邪魔するか。直撃させる。落ちる。新型なのか。違うけど倒さないと。また新たなブレイクイン。宇宙世紀のモビルスーツ、ザクの指揮官機だけしかいないのはなんでだろう。ゼイドの旧式だけど、あのザク見えてないか。うわあ、どんどんブレイクインしてくる。次から次へと無駄な殺生をまたさせる。このブレイクの引き金ってもしかして。最初はつまつきザク、この状況なら向かってこない。あいつ自分だけ逃げ回って指揮官だろ。貴様はリンゴ、あの逃げてる指揮官機が原因だよ。何それ、ザクにそんな力があるの。なんでかブレイク現象のトリガーになるデータのほころびを踏んで歩いてる。その自分勝手が人を殺すんだぞ。小隊長、カミーユ君とザクを倒して。ホワイトベース、一連戦争で失われたはずじゃ。だから私たちが守らなきゃ。ホワイトベースを囲んでいる敵の排除も。分かってますよ、そんなことは。フライトキャプテンを失うわけには。さて、この舞台の主役がどれほどのものか見せてもらうぞ。ニュータイプ、いや、別のプレッシャーだ。ザクのナウル・クルーゼ、ジェネシスを使って人類滅亡を企む、そんな人が宇宙世紀に。この人がハーミスが言っていた、誰の味方でもなく全てのものに関する。あなたの相手はこの私です。当たれ。もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの渦はな。貴様、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。結構、問題ない。カウント、
いけ！よその世界にまで戦乱を広げて何が望みなの？私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。奇跡、妬み、憎んで、その身を食い合う。貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。私は結果だよ。だから知る。自ら育てた闇に食われて人は滅ぶとな。直撃させる。当たれ。この悪意は放っておいちゃいけない。貴様はクズだ。生きてちゃいけない奴なんだ。遊びでやってんじゃないんだよ。ほらだよ。終わりはしない。戦いは非常さ。いついかなる時も。ブレイクアウトした。すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。このままキリマンジャロに向かいます。よかった。こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。作戦終了です。お疲れ様でした。まさか一年戦争にザフトの要注意人物ラウル・クルーゼとはね。でも肝心のアムロ少尉シャア大佐はいなかった。アバオワ空での戦いはトゥルーミッションでって。修正データ2つ入手。2つ宇宙世紀とポストディザスターの歴史。いつもの多重ブレイクとは少しって。アバオワ空に異なる歴史のガンダム。ホワイトベースが着底してた場所まで2ルートあったの覚えてる？回り込んで下っていくルートと縦穴を一気に飛び降りるルートよね。そう、それどちらを進んだかでブレイク現象が変化したみたいなんだよ。トゥルーミッション発生に支障はないけど多重ブレイク現象。もう一つのルートも確認しておいた方がいいかもね。ユノ、今は情報が紐づいたフラグメント機。今までになかったブレイク。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先。あとはもう一つあるみたい。2ルートあるの？そういうこと。核壁スイッチのノック解除、2カ所あるからね。ジンたちの先か戻って向かい側かよね。マップで言うと右か左か。小隊長さん、決めたらスイッチを操作して。どちらのルートにするかは任せるわ。あれ？どこだ、ここ。え？三日月くん？ユノ？オルガ、どこ行ったか知ってる？ソロモンにいた団長さんはもう火星に戻ったから大丈夫。その機体って新しいガンダムフレーム？前と同じだよ。なんか修理してもらったらこうなった。三日月くん用にがっつり回収されたガンダムバルバトスループスだよ。荒屋敷を含めた三日月くんの感覚にモビルスーツの挙動をより近づけてあるんだよ。三日月くんが自分のスタイルで戦えるようにってことでしょ。そこまでして戦う必要が。別にいいよ、それでオルガの役に立てるなら。どうしてカラーをそこまで団長のことを。小隊長さん、もう一方のルートは電源が落ちてもう塞がってる。ブレイクハンド、モビルアーマーのサブユニット。一匹一匹プチプチ潰していくしかないか。ルーマたち至る所に入り込んでるのね。片っ端からブレイクアウトさせよう。ブルーマの全滅確認。核壁のスイッチに電源が入ったよ。小隊長、スイッチ操作を。よし、
行こう。ただこっちのルートは少し遠回りになるかな。しまった、出会い頭にドム。こいつらなんか動きが違う。あれ、サルのビッグドムのはずだけど。知り合い？そうじゃないけど、もしかして、あ、ブルーマがブレイクイン。バルバトスだけじゃなく、カシマルのデータもバンバン流れてきてる。どうせなら鳥もここにいれば簡単なんだけど。オールレンジ攻撃。あんたじゃ俺には勝てないよ。隔壁のスイッチアクティブ。奥へ進みましょう。出てこようと、それが敵なら潰すだけでしょう。そういうこと。一気に間を詰めて撃破。出てこなければよかったのに。まだ来るのか。しつこいな。どこに行った？今度は出会い頭にダンボ。やっぱりそう来たか。三日月くん、気づいてたなら言ってよ。敵を全部倒すんだろ。わかりやすくて楽だと思うけど。そうね、邪魔者は潰せば終わりだし。そうね。うん、先を急ぎましょう。終わらせて帰ろう。腹も減ったし。もう少しだけ付き合って、三日月くん。また変なのが増えた。ラスト軍、次はブルーマ。さくら、ホワイトベースは大丈夫なの？電波妨害が強くて、すぐそこの距離でも通信が繋がらないんだよね。無理はしなくていいよ。俺が全部倒すから。敵の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ユノ姉さん、重心回復。ブライト校長、お待たせしました。ユノ、遅いぞ。もう持たん。アタッカって何とかします。ガンダムも一緒です。何？アムロは無事だったのか。え、あの、この舞台の主役がどれほどのものか見せてもらうぞ。ん？誰？あいつ。ザフトマン、ラウル・クルーゼ。ジェネシスを使って人類滅亡を企む、そんな人が宇宙世紀に。この人、もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの渦はな。なんかごちゃごちゃ言ってる。よその世界にも戦乱を広げて、何が望みなの？私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ競う。もういいよ、なんか難しいし。わかるのは、ここは俺の。戦いは非常さ、いついかなる時も。ブレイクアウトした？すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションに何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。帰ろう、みんなのところに。行け！よかった、こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。
探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。ここがティターンズの拠点。敵は？もう配置についてるね。それにしてもキリマンジャロはまだ落ちないのか。ディオク様のお守りをしている場合ではありません。さあ行きましょう。戦うしかないね。神夢、どこへ潜り込んだのだ。カラバ地上部隊ユノ・アスタルト特務総長です。クワトロ・バジーナ大佐。私は大尉だ、ユノ特務総長。あ、すいません、クワトロ大尉。ユノ姉さん、早速混乱しないでよ。ティターンズの監視塔です。敵の増援を断つため破壊してください。大尉さん、リーダーから通信です。こちらカラバのアムロ・レイダー。シャア、応答してくれ。アムロ、クワトロとしてで構わん。答えよ。あなたまで来るとはな。カミーユならいいのか。なぜすぐにあの二人を止めなかった。あのポートの娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。それは彼らの問題だ。我々は現状をどうにかせねばなら。クワトロ隊、カラバの力を過小評価してもらっては困るな。はい、本隊の進行ルートを確保し、カミーユ君を探します。小隊長さんもゲリラ戦で監視塔を潰しながら進んでね。くそ、くらえ。これはどうだ。直撃させる。十分にあるよ。小隊長、どんなお邪魔虫が出るかわからない。用心して進んで。こいつでどうだ。でっ、クワトロ隊員、ポーさんとカミーユ君とはどういった関係なんでしょう。ポー村さん、連邦のモビルアーマー、サイコガンダムのパイロット、ニュータイプ研究所の一つ、村雨研究所の被験隊。彼らもまた戦場で出会ってしまった。もしかしてニュータイプの強化。ポーは強化人間だ。しかし彼女には近くにいる人にまで影響を与える力が備わっている。カミーユ君はそれに取り込まれてしまう。彼はポーを自分の手元に引き寄せられると思っているだろうか。敵味方だ。ティターンズの監視塔全て沈黙。小隊長、お手柄よ。さすがだな小隊長。それにクワトロ隊員にも手間をかけさせた。気にするな、それは私の役目だった。待ってください、ブレイク反応何か来ます。何、サイコガンダムか。地球に降りたと思ったらまた戦闘か。まったく。ガンダム、いや違う、ここは俺たち2番隊が引き受ける。ガンダムグシオンリベイクフルシティ、アキヒロアルタランド君、見つけた。大尉、彼は鉄火団っていう民間警備会社の団員です。私たちは何度かお仕事したことあって。彼が戦っている黒い機体は
なんだ？あれはブルーマン、厄介な無人機です。アキヒロ君、軍人さんに鉄火弾の力を見せてあげて。ああ、任せろ。アキヒロ・アルトランドだ、よろしく頼む。アキヒロ君、すぐに援護に向かう。無理はするなよ。分かってる、これからだってな。ミロ姉さんの予想通り、お邪魔虫が出てきたね。勝って戻るぞ。俺たちデータのないモビルスーツ、ティターンズの新型か。知らねえぞ、なんだあいつは。この強烈な刃はまるで、このモビルスーツミスターだ。あれは私たちの宿敵です。少年とブルーマと一緒に片付けて。これ以上鉄火弾の邪魔はさせねえ。お邪魔虫の親玉も出てきそうだね。いろいろと聞きたいことがあるから、出てくるのは都合がいいわ。これはこれは、なかなかのメンツが揃っているな。またガンダム、ゼータタイプか。ハーメツ・マーキュリー、やっぱりあなただったのね。何者なんだ。本来はあなた方の歴史には存在しないものと思っていただいて結構だが、あなた方のたどる道、その交差点は非常に興味深い。あなた方だと？あなたの相手はこの私です。今度はパイロットのデータを忘れてるの？私にはそれを答える権限は与えられている。ですので今のあなたは話しになるならば管理システムに。レディ、言うの？悟られてる。まあ、そうだったのね。撃っていいんだよな。ごめんなさい、アキヒロ君。大丈夫、みんなでこのガンダムを止めて。ますます腕を上げたな、小隊長君。周りのサポートのおかげもあるだろうね。もっと素直に褒められないの、この陰湿赤メガネ。おかしなコードネームをつけるのは勘弁願いたいものだが。結構企画のあだ名だとは思って。宇宙世紀の歴史に入り込んだホストディザスターのガンダムフレーム。俺たちは勝ち続けなきゃいけねえんだ。まだ俺は負けられねえ。決して散らない鉄の花、鉄火だ。その結びつきの強さも収集すべきで。組織を作ろうとしているのか。それにそのガンダムは。私にはそれを答える権限は与えられていない。予測できない相手のようだ。やるな、小隊長君。それにその期待もなかなかのものだ。データ更新はちゃんとやってるからね。収集してるのはあなただけじゃないってこと。それは管理システムにとっても喜ばしいことだ。頑張ってくれたまえ。まだまだ組織が出来上がっていない。組織という概念はないのだよ、タイロ。それよりも作らねばならんものが。この男、なんだ。さっきからどうにも現実感を感じない。我々は本来交わることのない感情。お互い邪魔をし合うべきではない。どっちが邪魔してんだよ。このメンツ相手では厳しいか。だが必要なデータは取れた。近いうちにまた会うことになるだろう。うん、あとはクッションさえブレイクアウトできれば修正完了ね。そういうわけで、アキヒロ君、お疲れ様。次はモビルアーマーとの戦いだよ。鉄火弾の晴れ舞台だ。無様な真似は見せらんねえ。ガンダムグシオンリメイクフルシティ、ブレイクアウト成功。じゃあ私たちも。待て、彼らは一体何者だ。ユノ、君たちは知っているのだな。僕にも聞かせてもらいたい。そもそも本当に君たちはカラバの人間か。一年戦争のスーパーエース二人に詰め寄られてる。さくら、早く私たちもブレイクアウトして。作戦終了です。お疲れ様でした。